店の小坂です。本日はダイエット時の理想的なエネルギー量について解説をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ズバリ理想的なエネルギー量は1食あたり500キロカロリーです。こちらは女性20代から60代のほとんどの方に有効的なカロリー数となっております。年齢とともに基礎代謝は下がり、必要なエネルギー量も減ってきますが、成人女性では1日あたり1500キロカロリーから1600カロリーと言われています。つまり1食あたり500キロカロリーというのは、私たちが最低限生きていくためには必要な量となっております。ご飯は 120g から 130g がおすすめです。個人差により運動量が異なるかと思いますので、参考にしてくださいませ。続いてご家族のお食事についてもお伝えをさせていただきます。お子様や男性の方は1食あたり500キロカロリーでは不足してしまいます。10代の男子では800から900キロカロリー、10代の女子では700キロカロリー前後、成人男性は700キロカロリー前後がおすすめです。足りない分を補うには、ご飯や乳製品、肉、魚、豆製品などを増やしてあげることをおすすめさせていただきます。例えばお子様の場合は、ご飯を大盛りにされたり、チーズやお肉をプラスしてあげてくださいませ。その他に牛乳や納豆、豆腐なども加えていただくことで、良質なタンパク質やビタミン、ミネラルも一緒に補うことができます。続いてダイエットの落とし穴についてご説明をさせていただきます。ダイエットをしますと、タンパク質、鉄、カルシウムが不足しやすいです。野菜を意識してお食事をされる方は、タンパク質が不足しやすくなります。タンパク質が不足しますと、筋肉が上手に作られず、健康な痩せ方をしてしまいます。その結果、体力が低下してしまったり、代謝が下がってしまいます。ですので、ぜひタンパク質を意識してくださいませ。続いては鉄についてです。鉄は野菜中心のお食事をされ、お肉をあまり召し上がられない方はとても注意が必要です。鉄が不足しますと、貧血の状態になりやすく、酸素が上手に運搬できなくなります。そのため立ちくらみや疲労感なども出やすくなりますので、ご注意くださいませ。続いてはカルシウムについてです。こちらについても、野菜中心のお食事をされたり、牛乳やチーズなどの乳製品をあまり召し上がられない方が注意が必要です。カルシウムが不足しますと骨が弱くなりますので、ぜひ意識して召し上がってくださいませ。今回はダイエット時の理想的なお食事についてご説明をさせていただきました。もし参考になったと思っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみくださいませ。ご視聴ありがとうございます。これからも皆様の綺麗のお役に立てる動画を配信していきたいと思いますので、高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。またレアルステイトは Twitter、 全店 Instagram もございますので、下の説明からフォローよろしくお願いいたします。